前に兄貴の資格なんてないよ。兄弟に資格がいるのかな。だけでいい。そしてどうする。決まってんじゃん。ギルアを連れ戻す。まるでキルが言うことで議論していたところじゃ。ゴン、クラピカとレオリオの両方から異議が唱えられてな。キルアの不合格は不当と。俺とボドロの対戦中にことが起きたってことだ。状況を見ればキルアが俺の合格を助けたようにも見える。レオリオとボドロの対戦直後にことが起きたという点については問題ないと思っておる。二人の総合的な能力はあの時点では。もう一度ハンター試験を受ければ絶対合格できる。今回落ちたことは残念だけど仕方がない。そう。さて諸君、よろしいかな。ゴンの言った通り、自分の本当の合格は自分自身で決めればよい。会を再開いたします。皆さんにお渡ししたこのカードがハンターライセンスです。このカードがあれば人生7回ぐらい遊んで過ごせますし、持っているだけでも一生遊んで暮らせるはずです。それだけに、ここにいる7名を新しくハンターとして認定する。教えてもらう。本当に連れ戻す気？やめた方がいいと思うよ。誰がやめるもんか。自宅？ククルマウンテン。その頂上に俺たち一族の住処がある。獲物だ。手出ししたらただじゃおかないよ。分かってるよ。短い付き合いだが密かの好みは把握。おい、クラピカ。お、お、なんだ。山だよ。あいつが言ってたククルマウンテンだよ。すぐ調べられるぜ。じゃあ、ジンって名前のハンターを調べてくれる？ジンフリックス。よー、みたいだな。そっか。じゃあ、また何かあったら連絡してくれ。これが俺のメルアドだ。お忘れですよ。あ、そっか。ありがとう。それと、ちょっといいですか？ううん。いろいろありがとう、サトツさん。それじゃ。あ、ゴン君。あったぞ。ククルーマウンテン、パドキア共和国デントラ地区にある標高3722メートルの。出発はいつにする？今日、今すぐ。ああ、意義なしだ。わかった、早速チケットを予約しよう。空港までどれくらいあると思ってんだよ。俺、1分でも1秒でも早くキルアを連れ戻したいんだ。よし、空港まで競争だ。よーい、ダーン。さっきヤバかったでしょ。見てたんですか。不思議な子ですね。つい肩を持ちたくなる。デントラ地区へと足を踏み入れた。ありがとうございます。これからバスは暗殺一族で有名なゾルディック一家が住むククルーマウンテンへと進んでまいります。のあの山のどこかに彼らの屋敷があると言われていますが、未だ誰も見た者はおりません。そのゾルディックの正門となります。別名黄泉への扉。入ったら最後、生きて戻れないとの理由からそう呼ばれております。部庭ってことかよ。ねえガイドさん。はい。中に入るにはどうしたらいいの？ボンヤ。ボンを開けな。困りますよ。私が旦那様に叱られるんですから。心配すんな。どうせあんたのご主人様は俺たちに。希代の殺し屋一族だから仕方ないけど、因果な商売だよね。いや、来てくれて嬉しいよ。ありがとう。
あなたはなぜ無事なんですか？うん？あなたは中に入るんでしょう。中に入る必要がないなら鍵を…三家の後片付けをする掃除夫です。そして本当の門には鍵がかかっていない。その通り。何？押しても引いてもびくともしねえ。鍵かかってんじゃねえの？単純に力が足らんのですよ。ご覧の通り、扉は自動的に閉まるから、開いたらすぐ中にがあります。ニトン？んなもん動かせねえぞ普通って。今なんつった？1の扉はだと？住む世界が違うんです。気に入らないな。おじさん、鍵貸して。友達に会いに来た。トップは無理ですよ。絶対ミケに殺される。私も同感だ。時間はある。一の扉。やっぱり叱られちゃったんか。屋敷に電話してくれたの？いや、ゾルディック家の執事にですがね。屋敷への連絡はすべ。僕、キルア君の友達でコンと言います。あの、キルア君いますか？キルア様に友達。ああ、仮にキルア様にゴンという名前の友人がいるとして、君がゴンだという保証はどこにもない。キルアをだ。悪いが、お引き取り願おう。しましょう。これで門からお入りなさい。待ってよ、おちゃん。ゴンは俺らが説得するから。そうですか。でも君、もう一度私が試しの門を開けます。今度はミケを正面から見てください。ゴン君、分かったかな？あれが完璧に訓練された狩猟犬ってやつですよ。君が野山で見てきたどん…やだ、怖い。絶対戦いたくない。本当に素直な子だな。ゾルディック家の人間が自分たちとは全く違う世界に住んでいることを目の当たりにしたです。今夜はもう遅い。ま、泊まっていきなさい。レブロに気に入られるとは大した連中だ。ま、ゆっくりしてきな。と言ってもこの家じゃそうもいかねえだろうがな。あの門はたとえ三人がかりでも開けば OK なんです。短期間でも訓練次第では不可能ではない。この家の家具、食器、すべて20キロ以上ありますよ。なるほど、これが特訓ということか。無駄無駄。うっそ、俺ら。お前の友達ゴンとかいうやつ、さっさと帰ればいいのに、試しの門に挑戦するそうだぜ。え？ゴンなら開くさ。まあ、それは素晴らしいわ。でもね、たと…お前は見学だ。え、なんで？まずは腕を直すことが先決だろう。俺とクラピカで開くことができりゃ問題なし。びくともしない。くそ。しかしまあ、まだ特訓は始まったばかりだ。頑張ればなんとかなる。いくらやっても無駄だって。いい加減気づいたらどうだ。そう思うんだったら、見てねえでてめえの仕事をしてたらどうなんだ。タイミングを合わせろ。最大限の力を両方の扉同時に与えないと扉は開かねえんだよ。レオリオ、クラピカ。ありがてえ。よっしゃ、ベストを脱ぎゃきっと開くぜ。わかってるよ。ゴン、何やってんだお前。その左腕。大丈夫、開いた。よっしゃ、やったな、ゴン。うん、大した連中。他の者を近づけてはなりません。ましてや友達など無用なもの。分かってるわね。はい。
この線を一歩でも越えたら実力で排除します。でも無駄よ。絶対にここは通さない。やめてよ。もう来ないで。なんでこんなことしなきゃならないんだ。ますよ。キルからのメッセージをそのまま伝えましょう。来てくれてありがとう。